中曽根さんでさえ通せなかったものを、うん、そう同じような内容を野田さんは通そうとして自民党の力を借りたいというか自民党に ますます近寄っていくっていうそういう構図なんですか、うん、そうですよね。その有識者会議だって本当にこうなんかこう秘密、それこそ秘密にそこ秘密にしてどうしますの。だからその、まあ、会議そのものもいわゆる内閣情報調査室でしょ、そこが事務局になってやってるというわけですから、そのいわゆる官僚主導っていうか政治主導って言ってたあの民主党って本当どこ行っちゃったんだろうなっていう、いろんな意味でこれあの本当にこう憂慮されるって、メディアの感覚だけじゃなくて、あのもっと僕はその国のありようそのものを決めちゃうような性格の法案だと思いますよ。前田さんはこれの問題点、具体的にどんなところがあるってお考えですか？そうですね、あの今あの言われたように民主党はもともと情報規制、秘密保全より情報公開の方に言ってました。あのマニフェストでは力を入れていたわけですよね。そうでした、はい。ところがその情報公開は、まあ、情報公開法の改正は国会には上程されてるんですが、はい、こっちの方は少しも進まずに、はあ、逆にこういう秘密保全法の方が進んでいくという、まあ、異様な状態ですね、うん、ただ、まあ、民主党のために少し釈明すれば、民主党になって出てきたことではなくて、はい、自公政権時代にすでにもうこの情報や秘密保全のための検討委員会っていうのができていて、まあ、民主党はそれ引き継いだっていうことなんですね。潰したらよかったですよ。そうなんです、ね、流れはできていたんだけど、政権交代でその流れを断ち切ればよかったんだけど、ね、断ち切らずにそれを受け継いでしまったっていう、その弱さがこういう形で現れているわけですね。ただ、まあ、民主党の中にもこういう法案に反対する動きはありますし、私は6月に大阪弁護士会のシンポジウムに出ましたけど、その時に民主党の議員が私は反対だということをあの公然と言ってましたから、民主党が全体として、まあ、討議でこれを決定したというところまでは言ってない。ただその官僚主導で法制化の準備が着々と進行している、そのことはもう動かしがたい事実ですし、今日もあの金曜デモで総理官邸の周りはいっぱい人が通っていると思うんですが、はい、そこの官庁街の一角で間違いなく今日もこの秘密保全法の条文作成の作業が進められていることも確かなことなんですね、うん、このあたりをですからもっと明らかにして議論しなければならないと思いますね、ねえ、ここの情報を公開しないで先進められたらまずは困るんですけど、さっきおっしゃったみたいにあの人々が知る権利を、まあ、失ったり損なわれたりする恐れがあるってことですか？そうですね、もう基本的にはもうそこにつきますね、うん、ただ新しい方 その YouTube もそうですし、はい、WikiLeaks なんてのもありましたよね、海外では、うん、あのデジタルのサイバー空間を使った新しい情報伝達のやり取りが一般化したので、うん、それをどういうふうに管理していくかっていうのは、うん、確かにあの一つの問題ではあるんですね、であのこの報告書の中にもアメリカではこうしてる、イギリスではこうしてるっていう例があります。で、刑は重いぞっていうようなことも書いてあります、比較してあります。だから日本にも必要だっていうふうにあの主張していますけれども、例えばアメリカの場合は そういう秘密を罰すると同時に秘密を自動的に解除する、20年経ったら外交秘密も全部公にするっていう制度があるんですね、それから大統領府とは別個に議会ががっちりしたチェックをするという機構もできている、アメリカには ね、イギリスもやはり同じような、はい、あの自動解除って言いますか、秘密がもう自動的に秘密でなくなるっていう制度を持ってます。日本の場合も一旦秘密指定されますと永久秘密ですね。永久秘密、はい。で、一方では情報公開法はもう全然進展しない、うん、その中で秘密保全法が範囲を広く
刑罰を重く規定されれば、もう知る権利、特に、メディアですね、報じる、はい、報道する側にとっても致命的なことになりますよね、原発情報もそうですし、はい、TPP 問題もそうですし、うん、政府に都合悪い情報は、特別秘密だというふうに、言えばいい。で、特別秘密に接近するものは、特定秘密を取得行為、特定秘密、取得行為という名目で、罰すればいい、ということになるわけで、もう大変報道の自由にとって、どうしようもない状態がやってくる。ことが考えられますよね。政府が秘密にしたいことっていうのはきっと何か裏があるわけですから、それこそそこに本当に大丈夫なのかってチェックを入れなきゃいけないんでしょうけども、チェックが入れられないような報道規制につながりうるっていうことですよね。そうですね。でその秘密は政府がいやこれ公共の安全のために秘密にしてんって言ったらもうそれで決まっちゃうわけでしょ。そうなんです。でそれを本当に秘密にしてよかったのかどうなのか、適当かどうかを審査するときは秘密の内容を知らないとダメでしょうから、またこれ秘密のままだったりしないんですか。そうです。その秘密に、何を秘密にしたか、それが秘密だということになってしまいかねないんですね。そうすると何が起こるのかっていうことですね。僕 は、ですかね、僕はそういう意味では一種の暗黒法やと思いますよ、はい、ブラックボックスの中で全て裁かれていくっていうね、はい、裁判というのは公開が原則ですからね、いずれにしても、はい、だからその証拠手続きから何から全部オープンにやるわけでしょうけど、その問題になっている犯罪事実については明らかにしないというようなことになると、もう要するにもう暗黒じゃないですか。いや政府がこの人漏洩したんだ、秘密を漏洩したんだって犯罪者だって言ったら、もうそれで決まっていきそうですよね、うん、そういう手続き的にはそうなりますよね。そうですね。そしてその網のかけ方が、その外交防衛に加えて国の公共の安全及び秩序の維持という、はい、大変何にでもくっつくような、ね、幅広な定義ですから、はい、これ市民生活とも無関係ではなくなってくるんですよね、はい。いや、どうもありがとうございました、はい、軍事ジャーナリスト前田哲夫さんでした。種まきジャーナル金曜版、玉ねぎちゃんってラジオネームの方がメールをくださったんですけれども、オリンピックの寝不足だったんですが、もうその寝不足が先ほどの前田さんの話、秘密保全法案、この話で目が覚めましたわ。そうでしょう。私も本当にそんな感じでしたね。秘密を保全するために知る権利が失われるっていうことが懸念されるじゃないですか。秘密がそれで、まあ政府がこれは秘密やと言うと、で、それはどんなものを秘密にしたのかって、いや、秘密やから言われへんって、そう言われたら抗議のしようもありません。私たちが望んだ民主党からだんだん離れていくようですね。こんな感想をいただきました。それからラジオ大好きさんはものすごい皮肉をくれはりましたね。スピーディーね、原発事故の時に本当に避難のためにすぐに出すべきだったスピーディーの情報、あのスピーディーの情報の隠蔽で秘密保全法はもうすでに施行されてますなーっていやそうですよ、出すべき情報を出さなかった、しかしながら誰も責任を取らない国がですね、国にとってこれは秘密やと決めたらそれは秘密で、それを漏らしたら罰やとね、こんな情報のなんかありようっていうのがどんどん進んできてるんですかね。ラジオネームおしょうさんは、それって民主党がしようとしてるんじゃなくて民主党が官僚にやらされてるんですかね。こんな見方も当たってるのかもしれません、今日は最後、真夏の果実でお別れです。種まきジャーナル金曜日、水野明子でした。